皆さんこんにちは、ワンダリグルビジです。では今回は、新ギレンの野望、地球連邦軍、V 作戦禁止プレイ、続きをやっていきたいと思います。V 作戦を禁止して、地球連邦軍としてモビルスーツの生産を行わないプレイを行っています。前回はですね、北京、ハワイに続いて、カリフォルニアの攻略を行いました。ここでまたドムをね、鹵獲することに成功しましたので、このドムにですね、エースパイロットを乗せて、続いて、このニューヨークの攻略に乗り出していきたいと思います。さらにですね、モビルスーツは作らないんですが、モビルスーツになっていないガンタンク2、これを大量に生産して、このガンタンク2によるですね、一斉進撃作戦を行って、このね、ニューヨーク攻略していきたいと思います。ニューヨーク、この作戦でうまく取れたらですね、同じ要領でオデッサ作戦もうまく遂行できるんじゃないかなというふうに期待していますので、まずはこのニューヨーク攻略で頑張っていきたいというふうに思っています。では早速続きをプレイしていきましょう。ドムを鹵獲できたのは本当に大きいですよね。しかもそのエースパイロットをね、乗せているので、ドム本来のスペックを十分に活かせる、そういう状態で一定数のドムを確保できたというのが、このニューヨーク攻略にすごくポジティブなね、要素になってきていると思います。なので、この貴重なドムはしっかり撃破されないようにコントロールしながら積極的に使っていきたいと思います。対象年齢を引き下げて徴兵を行ってはどうでしょうか。そうですね。これでアムロとかカイとか、優秀なパイロットが確保できるのであれば、徴兵制度引き下げて若者たちを前線に送るという、そういう対応も必要ですね。この後も拠点攻略するたびに、モビルスーツは鹵獲して使っていけるようになると思いますので、その時のためにもですね、しっかりとパイロットは育成をしていきたいと思います。アジア方面なんですけども、この後ニューヨーク攻略した後はオデッサ作戦を発動することになると思いますので、オデッサへの、侵入経路というものを確保する動きを始めていきたいと思います。インド・マドラスは敵に囲まれていて身動きが取れない状態になってますので、ここはですね、北京からオデッサまで大陸をまさに横断するというルートを確保したいと思います。ビクトレオを使ってですね、北京からオデッサまでのルートを確保に入りましょう。で、今ですね、マドラスに展開しているビクトレイが出撃しているものを合わせて3両ありますので、このビクトレイもですね、この後北京に輸送して、北京から一路オデッサを向かう、その侵入経路確保の戦いに入ってもらいたいと思います。オデッサの方はですね、毎回10機以上撃破されているんですけども、輸送なんかを駆使しながらジャブロを守る壁をね、ひたすら築いていっているという状態です。常にここには余裕を持たせておきたいんですけども、ここに余裕を持たせすぎたせいもあってですね、ルナ2がちょっと今ピンチになっているので、宇宙ルナ2の方の増強というので、ね、この先はちょっと考えて生産を行っていきたいと思ってます。ルナ2を失うと、いざ宇宙で反攻作戦を始めた時にね、かなり苦しくなると思いますので、できればね、そうならないように、宇宙における連邦軍最後の拠点という位置づけになっています。ルナ2ですね。ここは守れるように努力をしていきます。では、ニューヨーク攻略作戦、これから発動していきます。侵入できる部隊から侵入して経路の確保に入ります。
あとはね、敵の輸送を止めたいという意図もあります。ではニューヨークの攻略戦始めていきましょう。敵部隊33か、だいぶ多いですね。こちらはですね、ドム部隊が遅れていまして、先行しているのがミディアで運んだガンタンク隊ですね。ガンタンク隊でじりじりとにじり寄り作戦でいきましょう。東京オリンピックもね、なんかいよいよ開催が危ぶまれているっていうような報道も出てますけどね、どうなんでしょうね。あくまでも個人的な意見にはなりますけど、まあ僕はやった方がまだマシなんじゃないかなと思っているたちではあるんですけども、どうなんでしょうね。やった方がいい、いやいややめた方がいい、まあ皆さんいろいろ意見はあると思うんですけど、まあ、肝心のね、一番その税金使っている都民の方がどう思ってるかっていうのはね、一番大事だとは思うんですけど、あとは東京オリンピック2020のグッズとかもね、ちょっと難しい扱いにはなってきちゃいますよね。僕は観戦チケットは全部奥さんと2人で申し込んだ分外れてしまったので、まあテレビ観戦予定だったということもあり、特にグッズを買うこともなければ関心がそれほど高いわけではないんですけど、都民の方からするとね、たまったもんじゃないというのも当然あるとは思うので、まあその都民の方がどう考えているかっていうのを大事にしつつ、あとは予防接種、ワクチンの接種状況次第なんでしょうかね。まあ、特にね、その東京オリンピックを控えている日本という割には接種のスピードがすごく遅いなっていうのが僕の感じている個人的な印象で、アメリカ、ヨーロッパなんかはね、一足早く接種が始まっている。まあもちろんね、ファイザーとかアメリカの会社なので、開発も早ければその承認が下りるのも早いだろうし、供給の速度もね全然違うっていうのはもちろん分かってはいるんですけども、それにしたってちょっと遅すぎやしませんかっていうね感じがちょっとしちゃいますよね。特にオリンピックを控えているっていうね、まあ建前というか状況があるのであれば、まあ、超法規的ではないものの、もうちょっと早く接種できるような法案のね、まあ超法規的な解釈でもって通すとか、既存の法律をどうにかするとかね、そういうのがあってもよかったのかなと思うんですけどね。ここにグラブロがいるな。このグラブロはズゴック隊で早々に撃破したいですね。ズゴックの数もかなり、数は限られてるので、グラブロなんかは陸に上がってこない敵の兵器なので、味方の数に限りのあるズゴックが仮に撃破されてしまうと、グラブロをね退治することができなくなるっていうことにもなりかねないので、ちょっとそこは十分に注意を払いましょう。ここは制圧してからこの砲台を撃破していきます。このミディアがギリギリ瀕死の状態でしたね。となるとこのドーンエスカルゴ、これは耐水消火器みたいな扱いのものなんですけども、これも重要になってきますね。いかに温存できるかっていうね。ではにじり寄り部隊を前に出していきましょう。まあ、ミディアで回復、特にエネルギーをね、補充しながら、じわじわと進行戦というところになっています。ニューヨークの攻略ですが、敵の増援入ってきてますが、味方も増援入ってますので、なんとかここでね、前進をしていきたいと思います。まあ、ドム部隊も入ってきてくれているので、まあ、ドムをうまく使いながらですね、攻略を進めていきましょう。まあ、特に貴重なドムは特に損害が出ないように留意しながらですね、前に進んでいきます。怖いのがね、何度かお話している通り、ズゴックが失われてしまって、結果グラブロを撃破できないというのが一番嫌なので、
えズゴックはね、無理はさせないようにっていうのは心がけとして持っておきたいと思います。一方ガンタンクの方はね、30機という生産の上限数はあるんですけども、逆に言うと30機までは作れる、まあ消耗品という扱いも考えられますので、思い切って投入していきます。よし、グラブロは撃破できましたね。ただちょっとドムを失ってしまったので、制圧要員としてのドムが期待できなくなってしまっているので、ドムはこの後さらにね、温存というか撃破されないように大事に大事に使っていきたいと思います。開発部から来るべきジオン宇宙要塞攻略作戦に備え、対要塞ソーラシステムか、これは必須だろうな。お金が減ってきてますけど、ソーラレイは計画として発動していきましょう。作戦していたニューヨークですが、まあ、まさに物量というべきね、内容によってようやく攻略完了しそうですね。敵ユニット数残り5というところまで来ましたね。もう今回でこれを完全に撃破していきましょう。ドームの部隊も増援としてご覧のように、近づいてくることできたんですけども、まあ、ドームの出番はなさそうですね。ビクトレーもうまく使いながらこのまま押し切りましょう。はい、ニューヨークの攻略完了になります。敵部隊の反応消失、基地中心部を制圧してください。では先に臨時徴兵計画とソーラレイ開発計画を行っていきます。オデッサ作戦についてはオデッサにもうちょっと近づいてから発動という形にしていきたいと思います。では今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、オデッサ作戦プレイをしていきたいと思います。